名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対広島東洋カープの19回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはドラゴンズの先発柳が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球空振りです。さあ2球目は何か、打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている野間。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、痛烈、センターに抜けました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。打ちました、阿部、二塁へ、アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。打席には5番バッター松山。今シーズンここまでホームランは8本。ゲッツー崩れでランナー残りました。引っ張った、難しいバウンド、ファースト取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。カープマウンドに上がるのは先発の床田。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。大島が打席に入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、アウトコースへ決めました。アウトコース打ちました。サンタナ抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている堂上。まずはワンアウトを取っています。マウンド上トコダ、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。次が2球目、ボールになります。
打ちました。松山アウト、ツーアウト。さあバッターは福田。この打席でホームランを放てば今シーズン10本、2桁へ乗せることになります。さあまず1球目、初球空振りです。落ちる球空振り、ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。ショートの左抜けました。これで5試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。打順は4番ビシエド、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは床田、ここまで6勝をマークしています。これが1球目、引っ張った、サードうまくさばいて一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回の表カープの攻撃、バッターは5番阿部。さてドラゴンズの先発は柳、今日が17試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点5、負けがついています。初球ストライク、打ちました。いい当たりだ。これはどうか、センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックスには6番相澤、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。さあこの調子を維持していけるか。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り、ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました、阿部。ツーアウトになりました。バッターは小園、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。この回の柳、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける、ツーアウトランナー一塁。今日これがプロ入り初打席となるサンタナ、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。牽制の上手いピッチャーですから要注意です。ライト方向な、ファーストの左抜けました。プロ初打席で初ヒット、2アウト2塁1塁。さあバッターボックスには先発の床田が入ります。さあ一打先制という場面を迎えています。これが初球、これではバットが出ません、ストライクです。これが2球目、打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。藤井が抑えてスリーアウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。
先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回裏に入ります。ドラゴンズの攻撃、打席には5番バッター高橋。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ、切れていきます。ファウル。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。外れてボール。インサイド落ちました。これはどうか、サード取った、アウト、ワンアウトです。6番バッター阿部、昨日はマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か、緩いボール決まりました。アウトコース外れました。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクです。ショートの横抜けた、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。赤星さん、この藤井対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左に弱いケース。二塁はセーフ。まず際どいコースをついてきました。バッターボックスの藤井、打ちました。ショート取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。さあそして打席には木下が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。一球空振りでストライクを奪いました。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。これが3球目、高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって0対0同点です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。
バッター、これはどうだ、一二塁間を破る、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。バッターボックスには2番野間、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナースタート、ヒットエンドラン、一塁転送、アウト、ダブルプレー。打順は3番鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。打ちました。センターに抜ける。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。打席には5番バッター松山。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター有利なカウントになりました。このカウントはバッターがフルスイングしてきますから甘くならないように。